本当に家にいるときは本当にずっと一緒に寝てたので、この子がいなくなるとなんかこれまでの自分の思い出も一緒に消えてしまうような気がして、ちょっと心細いっていうのはあります。毛が抜けて土台が見えて、お部屋上で聞いていただけますので、はい、そこからあのお迎えまでに、はい、ありがとうございます。お父さんがこう具合悪くなっちゃったから、じゃあ次違うお父さんっていうわけにはいかないのと一緒で、そのぬいぐるみ自身が一人の家族なので、なのでまあだったら治療するっていう選択肢になってくるんだと思います。心ハートっていうあの前の綿をハート型にしてもらって、この中に入れてもらっているので、あの外見は違うんですけど、まあ思い出の一部分がこのゆきちゃんの中にも入っているので、全く違う子じゃない、自分にとっては、まあ、18年前に出会った時と同じです。